皆さんこんばんは、ゆっきーチャンネルです。本日はこちらのラーメン味噌人さんに再びやってまいりました。実は先日ラーメン店主たちと行くゆっきーチャンネルラーメンツアーに参加していただいた一人でもあります。ありがとうございました。味噌人さんの動画は過去に何回か出しておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。今日はななみちゃんも一緒に来ました。そして新しい相棒のコロニャンとホワタンです。パパも一緒です。ほら見て、ハロウィン、まずは本格チャーハンがやってきました。味噌人さんのチャーハン、本当に美味しいんですよ。こちらはパパとシェアしていただきます。大きなお皿。そしてこのわかめスープもついてきます。いただきます。まずはスープから一口。熱々です。美味しい。そしてチャーハン、まずそのまま行かせていただきます。美味しい。やっぱりチャーハン美味しいです。このいい感じのパラッとしっとり具合が最高。こちらはななみちゃんのためにオーダーした最強味噌ラーメン、小ネギ抜きです。京都の最強味噌に広島の府中味噌をブレンドした白い甘口のスープになってます。そこに合わせるのは味噌屋商店さんの特注の中太麺です。さあこちら、私は食べたことがなく今回初めていただきます。ななみちゃんにお裾分けしてもらいました。スープがとっても甘い。そしてまろやかで優しい。これはお子様でもいけるスープですね。そしてたっぷりのお野菜、これもシャキシャキ。きくらげも入っているのが嬉しい。麺もいただきます。もちっと、喉越しのいい中太麺がよく合います。この磯屋商店さんの特注麺がまた美味しいです。スープがやみつきになる。ななみちゃんがチャーシューも食べていいよと言ってくれたので一口。とってもしっとり柔らかい。そしてママは野菜担当になりました。ななみちゃんは取り分けのお皿に取った麺とスープをひたすら食べております。野菜嫌い治ってくれないでしょうか。こんなに美味しいのにもったいない。
チャーハンはパパと半分こしたので、こちらの取り分け皿の方からいただきます。時間が経ってもしっとりとパラパラ。こちらはチャーハンについてきたお漬物。これもいい箸休めです。さあ、私このスープがかなり気に入ってしまい、最後までいただいちゃいました。ここで完食完飲です。さあ、私のラーメンは担々味噌ラーメン。この中華系の味噌と練りごまを使用したスープに辛味噌ひき肉を混ぜて食べるピリ辛なラーメンです。麺は先ほどと同じ磯谷商店さんの特注の中太麺になります。さあ、実質2杯目ラーメン。まずは肉味噌を混ぜずにそのままスープをいただいてみます。ごまのかなりまろやかな感じのスープです。さあ、今度はこの辛味噌玉をよく溶かしていきます。これをしっかり混ぜることで美味しい担々麺が出来上がります。ここでスープをまず一口。担々麺に早変わり。わかめもたっぷりと入っております。早速いただきます。そうそう、これこれ、この担々麺が恋しくなって今日来ちゃいました。今日は本当に寒い日だからこそ、このラーメンで温まりたかったんです。だからちょっとこのピリ辛な担々味噌ラーメンがぴったり。パパは期間限定の釜揚げ TKM キムチーズ、チーズ炙ってとろーり混ぜそばの大盛りを注文しました。TKM 専用の麺で、大盛りはなんと茹で前 360g です。こちらを味見させてもらいます。すごい、チーズがたっぷりです。麺を引き上げるとチーズが伸びる。いただきます。釜揚げだから熱々、そしてチーズがとろけて美味しい。グッド。私はこの美味しい担々味噌ラーメンを無我夢中で食べ続けます。そして黙々と食べて、あっという間にもう残りわずか。わかめもたっぷりと入っていて、これがまた美味しい。激辛が苦手な私でもこれは大好きなんですよね。そこまで辛くなくて美味しい。練りごまが入っているので優しくなるみたいです。そしてやっぱりチャーハンを、それにしても汗かいてきました。一緒に合わせて食べるのもありです。もうラーメンの方は食べ終わりました。残すはチャーハン。ただこの穴あきレンゲがあるので、最後まで具をすくえます。残っていたひき肉をチャーハンにちょっと追加しちゃいます。
これで完全にラーメンの方は具がすべてなくなりました。肉味噌と一緒に食べるチャーハンも美味しい。チャーハンも残りこれだけです。最後きれいにかき集めてここで完食です。美味しかった。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。みなさんこんにちは。ユッキーの娘のななみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。